はい、どうも私でございます。本日は、先日ですね、仮面ライダー大投票があったので、その話をしたいと思います。大投票を見たのはファイナルファンタジーと、エヴァンゲリオンとセーラームーンとで続いて、今回僕が見たのは第4回多分8回目か9回目なんですかね。今回はめちゃめちゃ面白かったですね。まあ、今回は仮面ライダー大投票の前にちょっと勉強しておこうと思って、アメトークさんの仮面ライダー芸人をですね、前録画してたのそれを見てて、で、まあ、ほとんど平成に入ってから僕は見てなくて、やっぱ昭和の仮面ライダーブラックですかね。僕はブラック世代で、まあ、RX もあってっていうところであって、ここら辺だったんですけれども、やっぱこの、まあ、平成ライダーからって平成ライダー2期で今、仮面ライダーリバイスですね。でリバイスは最近見始めてるんで、なんかこうリバイスも出ててみたいな、面白かったなと本当思ってますね。でみんな思ってると思うんですけど、仮面ライダー大投票が土曜日の夜中だったんですよ。であれで仮面ライダー熱がめちゃめちゃ高まって、じゃあよし日曜の9時は仮面ライダーリバイス見ようと思ったら駅伝で見れないって、みたいな。そこはなんとかして調整して、あの次の日に仮面ライダーやるようにしてくんねえのみたいな、ちょっと面白かったんですけど、なんか、順位が、結局で1位が電王ですよね。佐藤健さんですよ。でカメラ2位がダブルで菅田将暉さんで、3位がオーズというところで、なんか本当にこの3位の王と2位のダブルに関してはバディ作品で、で1位の佐藤健さんの電王に関してはやっぱキャラクターのキャラの力だったりとか、脚本がいいとか、で有名な声優さんが来てるとか、あのタイムリープものだったりとかで、なんか中身がかなり面白いっていうところであったんですけど、でやっぱね、さすがの中川翔子さんですよ。もう毎回レギュラーかのようにヒャダインさんか、あの中川翔子さん出てて、まあ、今回も熱く語ってて、中川翔子さんがあのイケメンがやられてる姿を楽しめる作品ですよね、仮面ライダーみたいな。まあ、確かにみたいな、なんかこうイケメンがそこまでボロボロになったりとかしてるって他の作品では見れないなっていうのがあったりとか、あとはあのすいません、あの面白かったのが、なんか途中であの仮面ライダーの主役の方々がどんどん出てきたんですけれども、二輪の免許持ってますかみたいな、あのバイク、まあ、仮面ライダーでライダーっていうぐらいだから、あのバイクがね、あのメインになるんですけど、結構持ってないんですよ主人公の人たちが。なんで持ってないですかみたいな、主役なのに仮面ライダーの二輪免許持ってなくてどうすんのって話したら、あの主役の人に乗らないみたいですね。あの安全面を考慮して、もしあのバイク乗って怪我とかなんかそういうのしたら、多分その後撮影があのできなくなるからっていうことで、まあ、藤岡さんとかなんか乗ってたような気がしますけど、なんかそれ怪我してどうこうっていうのもあったと思うんで、そういうのがあって、で途中であの仮面ライダーセンチュリーですね、次世代の仮面ライダーセンチュリーっていうのがもう出てて、で未来から来たライダーっていうのをメインにしてるっていうことになってて、なんか 今ねリバイスがやってて、でいろんな作品が映画化とか、あの、まあ、リバイスも映画をするみたいで、普通の状態と映画のリバイスをですね両方同時撮りしてるみたいで、まあ、これからもどんどん作品が映画化されたりとか続編が出るっていうところで楽しみだなっていうところなんですけど、まあ、下の順位からちょっとね、僕、まあ、いろんな感想があるのでそれを話したいなと思うんですけど、あの25位仮面ライダー V3 ですね。で、あの僕全然知らなかったんですけど、仮面ライダー1号と2号ってあって、1号が1作目、2号が2作目で、 V3 が3作目って思ってたんですけど、あの仮面ライダー1号と2号でて、それが1作目 で仮面ライダー V3 は2作目みたいで、僕これ全然知らなかったんですけど、もうね、圧倒的な50代からの人気ですよ。もう50代の人って言ったら、赤い仮面の V3 ですよね。僕もあれもめっちゃ覚えてて、なんかすごい高いところに V3 立ってるみたいな、アメトークとかでもあったんですけど、なんかやっぱこの、なんか僕もやっぱ V3 世代で、 V3 かっこいいなってのは、多分ゲームでね、あのファミコンの仮面ライダークラブってやつでしたかね、あれでなんか仮面ライダー好きで、あのポコポコっていうのがあったんで、V3 がやっぱ50代の男性から圧倒的な人気があるなっていうんですね。で、23位が仮面ライダーフォーゼ宇宙来たですよ。あの福士蒼汰くんですよ。でこちらの方が、10代と20代から、人気があって、まあ、男女比率は5対5っていうところで、まあ、多分福士くんがいるから女性人気がちょっと高いのかなっていうのはあるんですけど、東日本大震災の後にできた作品で、まあ明るく持ち上げようということで、吉沢亮君も出てて、で確かアンガールズの田中さんも教師役に出てて、でフォーゼは仮面ライダー部ですからね、よかったって、結構面白いなと思いました。で21位が、ディケイドですね。男からの圧倒的な人気で、男の人が 79.1%、してます。でなんかこの結構
構この作品って結構賛否両論やっぱあったみたいですね。僕もちょっと見てなくて、なんかいろんなライダーに変身できて、いや最強のライダーじゃんみたいなことを思ってて、で主役の方が、まあ、今回ゲストで来てて、1万人のオーディションから勝ち抜いたみたいな、1万人ですよ、1万人の中から勝ち抜いたってことで、まあ他のライダーとの過去の作のライダーとの、共演があって、やっぱ前の作品のファンから叩かれるみたいな、なんでお前がその私を愛していただくがのなれるのみたいなことで、なんかそこら辺のところがうんっていう風になりたかったみたいな。あとなんかこうバーンってやるんですよね、あの バーコードですね、バーコードを入れて、であれがなんか気だるそうな感じで戦うとか、気だるそうにしてるあの変身シーンっていうのが面白いなっていうのがあってて、やっぱ変身シーンは盛り上がるなっていうのですね。で16以外と01ですね、映画ですね。で今回伊藤英明さんが出てて、で出演ゲストで来てたんですけれども、01の映画でやっぱかなりなんかコメントでも大人気で、で逆にこう伊藤英明さんから出してっていうのがあって、で、まあ、敵役みたいですけど、なんか変身シーンがめちゃめちゃやっぱかっこいいなと思って、まあ、ゼロワンとで映画で完結するっていうので、なんか本当にみんなその戦闘シーンがかっこいいよ、仮面ライダーかっこいいもあるけど、脚本とかそのストーリーが本当に好きだっていう人が多くて、なんかこのゼロワンも見てみたいなというふうに思いましたね。で18が仮面ライダーアギトですね。で平成の2作目で3人のライダーがいて、で主人公が記憶喪失っていうところで、まあ、僕は知ってるのはやっぱ要潤さんが出て、他のフェクさんじゃないかって思って、でなんかこれって結構ミステリー要素がなんか満載の作品で、シリアスで伏線があったりとか、でバトルがあったりとかで、要潤さんのデビュー作ってとこで、なんか仮面ライダーアギトで3人の関係性が面白くて、あと仮面が割れるんで要潤さんの顔が出るみたいで、そこへしょこたんがなんかもう止まらなさすザスギザユスみたいなこと言ってて面白かったなと思いますけどね。で11位が仮面ライダーブレイドですね。職業が仮面ライダーということで、まあ、後半のドラマの展開がすごく面白いというところの解説がありました。で15位がドライブですね。ドライブが警察です。で警察ドラマとしても SF ドラマとしてもなんかとても面白いみたいで、この上位に上がってくるものは単純に戦いものだけじゃなくて、まあ、今回警察を主人公にしている場合だと、やっぱその警察ドラマとしても SF 要素だったりとか、なんかそういうのでも全然楽しめるっていうところで、まあ、大人も楽しい、大人はその内容を楽しんで、子供はバトルを楽しむみたいな感じで、本当によく作られてるっていうところですね。で9位に、来ました、初代仮面ライダー無印ですね、藤岡弘さんです。で元々は怪奇アクションシリーズっていうところのを、まあ、テーマっていうか仮面ライダー怪奇アクションシリーズっていうのでやってたみたいで、やっぱなんか戦争の話だったりとか、まあ、戦後の話だったりとか、なんかリアルにあった事件を、まあ、模してるみたいな感じで話してて、で、まあ、結構シリアスだったみたいなんですよ。で、仮面ライダー2号が登場して、でそっから変身ポーズが入って、でそっから子供に人気みたいな、だからさ元々は子供向けというよりは、まあ、大人向けの作品を作るみたいなんだったんですかね。そうやって結構シリアスな戦争の話、戦後の話みたいなのがあったん でそこから2号が来て、で、変身ポーズに入れてから子供から大人気ってなってて、なんか最初のその怪奇アクションシリーズっていうのはちょっと面白いですね。で次は7位ですね、7位がファイズですね。あの携帯電話、僕の友達がめちゃめちゃ好きで555って言ってて、これなんて読むのってのずっと言ってて、でこちらは、20代の男性から大人気ということで、なんか本当になんかこう面白いなというふうに思いますよね。で、まあ、意外とそのファイズに関してはもう恋愛要素が入ってて、まあ、仮面ライダーになってる、仮面ライダーに関わった人とオルフェノクですかねが一緒に暮らしてて、しかもなんかそれでガラケーで変身してみたいな感じになってて、なんかファイズとあのディケイドがなんか僕の友達の中でやっぱそれが人気だっていうのがあったんで、やっぱそういう作品が上なのかなっていうのを結構思ってたんですけどね。で次が龍騎ですね。なんか龍騎で、ファムっていうキャラクターがいて、でその人は加藤夏樹さんが、してて、女性の初めての女性の変身するライダーみたいで、やっぱなんかそれを、女の子憧れるみたいな、あの元乃木坂の生駒ちゃんも、あの仮面ライダーに出ることが夢ですって言ってて、加藤夏樹さんと同じ事務、同じ遠くなんですかね、同じ事務所なんですかね、でやってて、やっぱ女性がもう、で戦うところで、しかも仮面ライダーですっていうのは、まあ、今回リバイスもあのピンク色をもしてて、でそれもジェンダー問題とか、あのピンクって女の子って、女の子はピンクだから女の子とかですね、そういうのを壊そうというところで、ただリバイスってあの9歳以下にアンケートしたら1位なんですよね。であの最近スタートしたばっかですし、まあ、全体で35位とかで
で家族をテーマにしてて映画と同時撮影してるみたいで、いやなんか本当リヴァイスはなんか、まあ、リヴァイとバイスなんですけど、まあ、天使と悪魔みたいな感じなんですけど、なんか悪魔がとなんかコントみたいな感じでなんか面白いですね、掛け合いっていうのが。僕もやっぱりリヴァイスなんで今日やってないのっていうのがね、仮面ライダー大投票の次の日は仮面ライダー見たくなるじゃん、駅伝、まあ駅伝もいいんですけどっていうのがあるんですけどね。でその時で、第5位がビルドですね、仮面ライダービルドで、ビルド、グリス、クローズ、エボールっていうのがあって、で、グリスですね、グリスがあの主人公以外での仮面ライダーで1位みたいですよね。で、仮面ライダークローズが女性から大人気ということで、でなんかその、キバですかね、仮面ライダーキバをの主人公の方が、グリスですかね、グリスをされてて、なんかこう、まあそういうのはあんまないみたいなんですけれども、なんかそのキバの時に、いろいろとアドリブをしすぎてて、あのお前あのアドリブ禁止ねみたいな感じで、やっぱなんか東映さんのスタッフとかの人たちがなんか本当にあのやりなんか作り込まれててクオリティが高くて、なんか演じる方もやりやすいっていう風に言ってましたね。で、4位がクーガで、あの小田切丈さんですね、平成最初のスタートで、なんか12年ぐらい空いたんですよね、あの仮面ライダー RX から。でそれで平成ライダー作って、でそれでやっぱクーガが大ヒットしたから平成の仮面ライダーがずっと大人気になったっていう話も聞きますし、今の仮面ライダーに人気なのもそのクーガがあの平成であの一発目でかましてくれたから大人気っていうのはありますよね。あと小田切丈さんめっちゃかっこいいしてよくて、まあ、他クーガはもうクーガ以外仮面ライダー他出ないんですよね確か。で、3位ですね、3位がオーズですよ。で新作発表で、まあ、10年後の続編っていうのは今度あるみたいで、でコアメダルっていうのを組み合わせて、でこちらはバディ作品という形になってて、タカトラバッタタートバタトバタートバっていうイメージがあるんですけど、まあ、なんか本当オーズもそのメダル集めてで組み合わせてっていうことで、やっぱ当時僕が子供だったら絶対あのコインをいろいろ集めて組み合わせるから、もう全国の、お母さんは泣いたでしょう集めないといけないからっていうので、オーズもやっぱなんか聞いてて、そのバディ作品がやっぱこのね、あの組み合わせですか、主人公といて。で2位はダブルなんですけど、ダブルもあのバディ作品で、あの菅田将暉くんですよね。でなんかフィリップくんっていうみたいで、あのフィリップくんの髪をこう止めるんですけど、あれがなんか毎回なんか違う色のあのクリップで止めてて、だから生駒ちゃんもなんかそれに憧れてて、あのピンで止めるみたいなことがあって、須田くんいるでて、で原点回帰のフォルムをしてて、なんか確かになんかシンプルなあのまあこう何ていうんですか、アシンメトリーなになってるんですけれども、確かになんか今までの平成のライダーに比べたらあのシンプルなフォルムしてるなって思ってたんですけど、こっちは限定回帰 あのフォルムをしてるっていうことみたいですね。で最後のシーンがなんか本当なんか泣けるって話をしてて、須田くんとがこう締めて別れるっていうのがあって、なんか本当になんかそれ聞いて、そのプレゼン聞いたらあのダブル見たいなっていうふうに思いましたね。で1位が電王で、これ個人のライダーとしても1位で、先ほどのダブルも個人のライダーとしても2位なんですけれども、こちらあの佐藤健さんが主演で、女の人が 61% で男の人が 39% で、10代20代の女性からまあ人気、まあ、佐藤健さん人気っていうのもあるんでしょうけれども、やっぱそのキャラクターがいいし、で脚本もいいし、なんかこう弱いライダーをでなんかこう鍛えるみたいな、あと佐藤健さんの演じ分けもすごく良くて、で有名な声優さんがいたりとか、でタイムリープものだったりとか、あとなんかこう女性がなんかほっとけなくて母性をくすぐるような主人公ということみたいで、電王がですね、いやなんかこうやっぱ佐藤健さんとかね、福士蒼汰くんとか、あの竹内涼真さんとか、なんか本当になんかこう今をときめく俳優さんって結構仮面ライダーをしてる人っていうのがなんか多くて、なんかそうやって過去の作品見ていくとなんか本当面白いんだろうなというふうに思って、やっぱなんかこう脚本とかそうやって世界観とか、まあ、特に主題歌とかもなんかそういう話をしてて、なんか仮面ライダーの主題歌っていうのが今のその時代時代にあった世界観を作ってるみたいな感じをしてて、まあ、今やってるリヴァイスなんですけれども、リヴァイス の世界観の主題歌っていうのはやっぱ今の、ね、令和の時代を尊重し尊重してるみたいな話みたいで、なんか本当今回仮面ライダー全投票見てて、まあ、通してみて仮面ライダーはなんか電王 と、ダブルととかですかね、まあ、そこら辺からやっぱちょっとなんか見ていきたいなっていうふうに思いましたね。電王ダブルオーズですね、まあ、なんか古作の仮面ライダーとか、好きな俳優さんが出てる仮面ライダーとか、なんか多分過去のやつで、
サブスクでね見れるのかなって思うんで、なんか過去作を、DVD 借りれなくてもなんかサブスクで定額見放題で見れたら、なんか本当にそんなにお金もかからないしっていうのがあるんで、本当今回仮面ライダー楽しみだな、ちょっと仮面ライダー好きになろうかなっていうのはちょっと思って、まあ、見てるリバイスもそうなんですけれども、まあ、どんどん続編が出てくるから、まあ、そういう意味で言ったら大津がいいのかもしれないですね。大津見たら10年後の続編 が発表されるみたいですし、で映画もあるしっていうところでね、仮面ライダーちょっと楽しんでいきたいと思います。ということで今回ここで終わります。それでは失礼します。バイバイ。